こまで言うか The Voice そこまで言うか On this program, the day's personality will bring you in his own view the Times News J-O-L-F AM 時刻は4時を過ぎました。こんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。毎日日替わりでコメンテーターの方々にニュースについて語っていただくザ・ボイス、そこまで言うか。今日のゲストコメンテーターは軍事アナリストの小川和久さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小川さんは陸上自衛隊生徒教育隊航空学校を修了され、新聞記者や週刊誌記者などを経て日本初の軍事アナリストとして独立。現在は静岡県立大学グローバル地域センター特任教授でもいらっしゃいます。今日5時半まで一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。後ほどですね、ピックアップセブンの中で、フランスパリで行われている COP21 について、お伝えするんですが、それに先立ってですね、その CO2 も含めて中国は世界一の排出国であって、でそこでその PM2.5 が今大変なことになってると、もうなんか日本の国土以上の面積が汚染されてるなんていうニュースが出ましたけど、はい、こんなことになってるんですね。いやでもこれは中国側が相当、まあ、国内の企業に対してね、厳しくやっていかないと止まらないですよね。でも企業側はこれまで、まあ、稼ぐためにどんなことでもやる、だから共産党の中枢にも相当食い込んでいろいろやってた。だからそういう人たちに対してその習近平さんがね、まあ、後期粛清の、まあ、メスを入れることができるか、それがその PM2.5 の問題に、まあ、いい影響を及ぼすかどうかですよね。まあ、その国営企業であるとか、そういうところっていうのはまあ自民解放軍とも非常に絡んでいるからなかなか難しいんだという話もありますよね。これ自民解放軍もまたいろんな改革をするんだっていうのが最近ちょいちょいニュースになっていましたけど、まあ、あの軍を習近平さんがかなり、まあ、掌握をして、戦える軍隊にしようという方向に動いているのは間違いないですね。それから、まあ、僕ら、まあ、27年ぐらい解放軍と関わりがあるんだけれども、やっぱりその今まではあの世界も大使党が上にいたんですよ。つまり大使党というのは聖徳太子の大使と書くんだけど、まあ、親が、ね、あの軍や党の偉いところにいたと。だからそれだけで来ている。まあ、ボンボンみたいな将軍がいっぱいいるわけですよ。はい、ところがそういう時代じゃもうなくなったということを軍の連中が自ら言うようになってますね。意識の部分でもだいぶ変わってきていると、そうですね。なんか今まではその各軍区の陸軍というのがものすごく強くて、海軍や空軍っていうのはまあ付属するでもないですけど、そういう組織だったのをこう地域ごとで改めるんだという、まあ、そうですね。今度は戦区戦う区という格好にして、まあ、陸海空軍それから第二砲兵というその戦略ミサイルの部隊あるいは武装警察も含めて、まあ、戦区ごとに統合運用できるようにしようとかね。でこれまでは、まあ、陸軍が7つの軍区ですね、その日本でいうと自衛隊の中部方面隊とかねいう感じなのがあって、それと横並びぐらいの位置づけで海軍空軍第二砲兵なんかあった、まあ、もちろんその横並びよりはちょっとね、予算やなんかも増えて発言力も増えてたんだけども、やっぱりそういうところだから陸軍中心だった。それをちょっと変えていこうというんで、まあ、共産党中央軍事委員会が全部やってるんですが、これトップは習近平国家主席だけど副主席に空軍の、まあ上昇大使を挙げてますしね、まあ、全体の半分はだけど陸軍なんですよ、委員の。それから4部といいましてね、全体のどの海軍や空軍についても、握っているのが総参謀部、総政治部、それから総装備部、武器なんか扱う、総後勤部、バックアップロジスティックス、これが全部陸軍が握っているんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ実際に動かそうとした時にはそのスタッフ部門を陸軍が抑えてると、まあ、だから武器一つその手に入れようと思ってもね、その総装備部との関係がちゃんとなってないとダメとかね、いろいろあるわけです。ただ陸軍だけでその近代的な軍隊を、作り上げることができるかというのはやっぱりね、まあ、限界ありますから、その辺は塩梅よくやっていこう。
だから陸軍がその国家主席である習近平さんの権力の源泉、はい、源であることは間違いないんでね、はあ、その辺をどうするんだろうと思ってます。ああ、ええ、習近平さんは軍歴も少しあるんでしたどっかにちょっと席を置いたことがあるかもしれませんね。ただ本当の軍事人はもちろんないし、うん、でもじゃあ自らのある意味子分たちに対してもメス入れなきゃなんないっていうタイミングがいよいよ来るということですか。そうですね。だから、まあ、あの国だから、習近平さん自身が仮にクリーンな人であっても、はい、ついてきている人間の中には相当危ない人もいる可能性はある。あ、だからあんまりこの下手にね、はい、その自分とその敵対しているグループにメス入れすぎるとブーメランですよね。その辺難しいんだと思いますよ。その辺はうまいことグリップしながらやってるんでしょうか、それとも結構権力基盤は危うくなってるんでしょうか。どちらと権力基盤はかなりしっかりしてきてるんだと思います。先週もこれ朝日新聞にマケイン上院議員がアメリカのね、はい、彼が、まあ、インタビューを応じてたけど、かつてないほど権力を掌握してると言ってましたね、習近平について。その権力を激しく掌握している姿をこう表現して、毛沢東時代のようだというふうに書く新聞もありますけど、そことはまたちょっと違うということですか。やっぱり違いますね。近代民主主義国家を意識しながら、まあ、近代国家らしくしていこうということですね。ただ軍はやっぱりグリップしているかどうかというのは大変重要なところで、はい、9月3日の軍事パレード、やっぱりそのメッセージ性が一番強かったんですよね。はあ、動く車で演説したりしてましたね。でみんなそのマスコミは、どのミサイルがどういうメッセージ性を持ってるかってそういう話でしょ、はい、でも僕らはそういうとこ見ないんですよね。そういうとこももちろん見るけど、一番先頭の部分にですね、5台のオープンカーが横一列で出てきたんですよ、はい、でこれ一人ずつ中将が立ってるんですよ、直立不動で。へ、向こうの中将は大きな星2つですよね、はい、自衛隊だったら3つだけど、で2つで陸軍海軍空軍第二砲兵ミサイルですね、それから武装警察の中将。あ、へ、初めてなんだ。国ができて初めて将軍提督がパレードに出たんです。あ、普段は壇上のどっかにいるんですよね。あ、上から見る立場の人たちが出てきた。でまあ、もちろんそれぞれ陸軍とは陸軍の極めて中枢に行って将来トップに行くぐらいの中将ですよね。でこれを全部出してきて、つまりこれは、まあ、アメリカに向けてのメッセージが一番強いんだけども、はい、習近平は軍を完全に掌握してますよと、だからちゃんと私と話してくださいねってメッセージですよ。あの時首脳会談の前だったよね。あ、なるほど、ね、で国内に向けても逆らってもダメだよ、軍を掌握してんだからっていうメッセージ性ある。そうなんすか。あの軍事パレードで最初に出てくる車っていうのが重要だったんですね。まあ、みんなそんなの見たって面白くないからね、テレビも映さないけどね。いや、いろんな見方ありますね。いや、すいません、どうも。ありがとうございます。今日も5時半まで一つよろしくお願いします。さあ、それでは一つですね、日本放送からお知らせございます。日本放送のワイド FM ハッピー FM93 がいよいよ来週12月7日月曜日午後1時開局となります。これからは日本放送の番組が AM1242 に加えて FM93 でも聞けるようになります。今聞いていただいております AM の音声と同じ内容のものが FM ではよりクリアな音声で聞くことができるようになります。一部にはですね、 AM 終わっちゃうんじゃないかなんていうことを聞かれることがあるんですけども、そんなことはございません。 AM ももちろんやるし FM でもやるという、二刀流、ツープラトン、ツートップとこういう体制になるわけであります。で現在は FM93 では開局に先駆けて試験放送を流しているという最中なんですけれども、ぜひですね、来週月曜12月7日以降は AM1242 だけでなく FM93 でもそのクリアな音声ぜひ聞いてみてください。ただワイド FM を聞くには対応したラジオが必要となります。日本放送ラジオリビングでは最新型ソニーワイド FM 対応 CD ラジオを税込み14,800円で販売中です。開局記念の日本放送オリジナルハッピー FM93 手ぬぐいのおまけ付き、この機会にぜひお買い求めください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 ラジオリビング 0120-1242-86 までどうぞ。
ワイド FM、 いよいよ来週月曜午後1時開局です。さあ、それでは株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。東京株式市場、日経平均株価、昨日と比べ264円ほど高い2万12円40銭でした。7、9月期の好調な法人企業統計を受けて大幅に反発です。特に設備投資額が 11.2% 増えたというところを好感しておりまして、8月20日以来およそ3ヶ月半ぶりに2万円台を回復しております。為替は1ドル122円90銭付近、昨日と比べ20銭ほどの円安ドル高となっております。さあ、ご意見お待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。小川さんとお送りするザ・ボイス、それではこちらから参りましょう。ザ・ボイス、そこまで言うか。ニュースピックアップ4時11分です。 AM1242 日本放送、ザ・ボイス、そこまで言うか。今日のニュース7項目をピックアップして、軍事アナリスト小川和久さんと解説していきます。まず一つ目、こちらです。安倍総理、 COP21 で途上国へ 1.3 兆円の支援を表明。パリで開催中の地球温暖化対策を話し合う国連の会議 COP21 に参加している安倍総理は、気候変動対策として途上国に対し、2020年に現在の 1.3 倍にあたるおよそ1兆3000億円の支援を実施することを表明しました。また総理は、水素の製造や貯蔵、次世代型蓄電池といった技術革新を促す方針を示すとともに、世界の平均気温の上昇を2度未満に抑えるために長期目標の設定などを各国に呼びかけました。まあ、とはいえ同時多発テロで非常事態宣言下での開催となっている今回の COP21、はい、まあ、テロ対策だとか、あるいはロシア軍機の撃墜などについて様々話し合われて、米ロ首脳会談では、まあ、シリア情勢について平行線だったということなんですけど、やっぱテロ一色になっちゃいますね。まあ、当然ながら世界の首脳が集まってその話しないっていう方がおかしいですからね。まあ、自然な流れなんでしょうね。ただやっぱり1兆3000億円、はい、これ途上国にその環境問題の支援を行う、うん、これはやっぱりすごく思い切ったやり方で期待できるんですが、はい、やっぱりですね、途上国にお金だけばらまいたらもうダメなんですね、これ。それをうまく使ってもらうためにどうしていくか、はい、だからその環境問題を改善し、原因をまあなくしていくために日本の技術が入る、それは日本の企業が入る、そういったことで、良い関係、ウィンウィンの関係を作っていくところに、まあ、総理のリーダーシップを支えるね、はい、部分がついていってると、これはお金いきますよ。金ばらまくだけで終わっちゃうと、はい、これは、権力者の懐を肥やすっていうような問題になりますから、むしろそのテロの話をしていくと、はい、やっぱりテロの根底にある貧困差別などの、原因に関わるところでは、先進国の援助がね、権力者の懐を肥やした結果、まあ、民衆が、まあ、諦め、あるいはすごい不満を抱いたっていうようなこともあるわけですから、はい、そのテロ対策も視野に入れながら、この 1.3 兆円使ってほしいと思います。まあ、でそのテロ対策についてなんですけれども、まあ、安倍さん相当いろんな人と立ち話をこうやっていて、32人と話したと、フランスのオランドさんやバルス首相、インドのモディ首相、イスラエルのネタニヤフ首相の4人とは、まあ、正式に会談をしたんですが、習近平さんともちょっと話をしたみたいですね。これ、まあ、こうやって立ち話をして、まあ、面識を作っておくっていうのはきっとこれ大事なことなんですよね。やっぱり情が移るって言ったらおかしいですがやっぱりね、また会ったねって感じでね。まあ、最初に会った時、2度目に会った時に比べれば、はい、3度目4度目になればちょっと変わりますよね。うーん、でやっぱりこの前プーチンと会った時も安倍さん小走りで行ったじゃないですか、ちょっと遅れた。あの国連総会のタイミングですね。で、まあ日本の中にはなんだあんなすり寄るみたいに言うけど、中国のインターネットをものすごい褒めてたよね。あ、そうなんですか。日本の総理はすげえっつって。へー。腰が軽い、パッと動くって。そうです。
相手に嫌な印象を持たせないとかね。あ、確かに安倍さん結構満面の笑みで、いやごめんごめん本当ごめんねーなんて。そうそうそう。あれでいいんだと思います。ああ、ね、やっぱああいうこうトップ同士の信頼関係みたいなのっていうのが。多分ね、重々しいトップっていうのは限られると思うんですよ。うん、むしろその、ある意味で軽い、ノリの人が結構いるんで、はい、それにうまく合うというですね。うん、だからプーチンだって怖そうだけど、かなり冗談言ったりするんだと思いますよ。ああ、うん。まあ、上半身裸でこう、馬に乗ってる写真とか見ると、そうこの人ひょっとしたらお茶目なんじゃないかなっていう。いや、多分ね。あと、なんか、ひょっとしたら、このハードゲージャーなんかっていうのは、少々装束の人と写真撮ってたりしてね。もうお互い筋肉自慢をし合ってるみたいなのありますよね。そう。で、オバマも、彼の軽さっていうのは、まあ、日本人に合うかどうかともかく、はい、まあ、マンデラの告別式の時に、あちこち写真撮りまくってたじゃないですか。うん、ああ。不謹慎なって思いはあるけれど、うん、あれは軽さでもあるんですよね。だからそこと波長が合うと話しやすいんでしょうね。では続いて、そのプーチン大統領です。二つ目こちらです。プーチン大統領、トルコは石油密輸のためにロシア機を撃墜したと発言。COP21 に出席しているロシアのプーチン大統領は会見で、撃墜は過激派組織アイシル自称イスラム国によるトルコへの石油密輸ルートを確保するためだったと発言。撃墜は意図的だったという立場を初めて示し、トルコを批判しました。またプーチン氏は大規模な石油密輸に関して新たな証拠を得たとも主張しております。この発言を受け、同じ日に会見したトルコのエルドアン大統領は、そんなことが事実と証明されれば私は大統領を辞任する、そして事実でなければプーチン大統領に辞める覚悟はあるのかと激しく反論しております。これ以前からトルコとアイシル自称イスラム国は石油に関してただならぬ関係があるなんて言われてますけど、実際はどうなんですか。うん、これアメリカの陸軍士官学校ウエストポイント、はい、そこにもちろん研究者がいるんだけど、その中の若手研究者が書いた論文っていうのを、まあ、うちの、助教が教えてくれたんですね、西君が。おー。でもそれなんてのはもうかなり、まあ、情報をきちっと押さえてんだけど、はい、トルコに拠点を置く、密輸組織、うん、これが石油を売ってやってる。ほー。で、そのイスラム国アイスルが必要とする小型武器や弾薬なども供給してやってる。うん。で、その密輸組織は、はい、トルコの軍の情報機関が、まあ、いろんな意味で使ってきてる。ほう。だからその情報機関に頼んで、その密輸業者経由でイスラム国と接点を持ち、はい、何かの、まあ、メッセージを出し、また向こうのメッセージを聞くっていうのはあり得るルートだったわけですね。うん。これは、まあ、1月の、まあ、日本人2人、大変悲劇をな結末になりましたけれども、はい、あの時も、まあ、そういうルートのアプローチもあったとかなかったとか、それが、ただ密輸業者はすごいですね、やっぱり、まあ、あのイスラム国相手にね、はい、売ってやった金の 61% 取ってるの。半分以上取るんですか。だから6、4の上行ってんですよね。つまりそれぐらいそこに頼らないとお金入らないってことですよね。はい、イスラム国としても、アイシルとしても。だからその、動くパイプラインのような状態だったっていうのは、タンクローリーがもう何百台も列をなしてね、はい、行ってる。それをロシアは空爆したわけです。これだからトルコとしてはある意味触れてくれるなっていうようなところを、あえてプーチンさんは触れてきたようなことなんですね。その辺があるかもしれませんね。あとその石油の、まあ、密売について、はい、どっちにそれが、まあ、流れているかということでも随分そのロシアの、ね、スタンスは違ってくるんでしょう。どっちに流れてるか、アサド政権の方に流れていくとかね。はあ、密売で今度売った先の方ですか。いろんなところにこう あちこちにばらまいちゃうか、アサド政権側にうまくいってるのか。ほう、まあ、トルコとしてはそうやってこうアイシルを泳がしておくことでアサド政権を倒してくれればいいっていう考えがあるわけですよね。もともとそうですね。でもロシアとしてはやっぱりそのアサド政権いつまで支持していくかともかくね、はい、
やっぱりその黒海艦隊が地中海や大西洋で行動する場合の、まあ、軍港を提供してきたのはシリアだから、はい、それは最後まで支えていくというところはなきゃいけないし、これからその隊列を組み直してアサド政権が倒れても軍港を確保するという条件闘争に入ってくる可能性もあるんですよね。はあ、そうすると何らかの交渉の中で、まあ、アサドの退陣だけは認めてやると、その代わり軍港はダメだよ、俺のとこ来れよとかね。それってでもあれですね、クリミアの時のあそこの港は重要だと、セバストポリ、なんかその話とちょっとダブってきますね。そうですそうです、はあ、やっぱあそこっていうのは西側に触られたくない、ロシアにとっては視覚的に重要なところであると、まあ、あれないと黒海艦隊なんかもね、トルコにダーダネルスとボスポラスの2つの海峡を握られてるでしょ、はい、そこを通らないと出入りできないから黒海艦隊は、だからやっぱりもしトルコと険悪になっても、その険悪になる直前に全部船をね、ああ外に出しちゃうんですね、地中海に出してね、その軍港拠点に動けばちょっと違うだろうとかいろいろあるわけですよ、はい、はそうするとじゃあ西側諸国がもうアサド絶対に潰すんだと、で真っさらで新しいものを作るんだってなるとプーチンさんは相当怒ると。怒ります。ただ、まあ、条件次第ですよね。もうフェーズはそういうところに移ってきてますか。移ってますね。ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしています。メールは voice@1242.com です。ニュースピックアップ7、4時24分になるところです。軍事アナリスト小川和久さんとお送りしておりますザ・ボイス。続いてのニュースこちらです。政府が企業にサイバー攻撃対応チームの設置を求める。2020年東京オリンピック・パラリンピックを控え、日本を狙ったサイバー攻撃が増加する恐れがあることから、政府は国内の企業に対し攻撃に緊急対応する専門チーム、シーサーとの設置などを求める方針を固めました。作成中のサイバーセキュリティ経営ガイドラインに盛り込み、2016年度から本格的な対策を促すという予定です。個々の企業にもより強い危機意識が必要ということになってくるんですかね。はい、ただやっぱり、ね、私も、まあ、このコンピューターのネットワークのセキュリティですね、だからサイバーセキュリティでもあるんだけど、はい、これ、まあまあ、日本政府の仕事もしたし、あと、まあ、巨大企業のコンピューターセンターのセキュリティの仕事もコンサルでやったんですけどね、はい、共通して問題があるのは日本人というのはサイバー空間で全て完結すると思い込んでる。コンピューターの世界で全部完結して、はい、その守りを、固くしておけば入ってこられないとどっか錯覚してる、はい、でも狙う立場の人間は、そこから入れなければ他の穴から入ってくるし、それ探すでしょ。物理的な破綻があればそこから入るし、そのサイバー面とその物理的な面に関わるっていうのは、これもソーシャルエンジニアリングという、まあ、手法があるんだけれども、はい、まあ、内通者を作って管理者パスワードを盗むとか、はい、あるいはその騙してね、管理者パスワードを言わしちゃうとかね、まあ、振り込め詐欺の世界でもある。その管理者パスワードを取ったらサイバー面の周りが硬くても外から安全に入れるでしょ、はい、だからそのトータルで見てそのネットワークセキュリティやんなきゃいけないのに、全部会社は会社の中、政府は政府の中で縦割りになってるの、はい、あ、確かにそのネットに接続してないから大丈夫だろうみたいな、社内のネットだけなんだからっていうのがもう成り立たないわけですもんね。そうです、うん、で、まあ、僕も、まあ、びっくりしたのはね、はい、巨大電力会社の、まあ、原子力発電所で担当の専務、これ原子力工学ですね、大学はね、大学院、そして原子力発電所長と、まあ、喋っててね、はい、おい、制御系危ないよなつって、制御系っていうのは、まあ、発電機そのものの一番、まあ、ガードの硬いとされるところね、中枢の、はい、たらその専務さんは、いや、スタンダローンですから大丈夫でございますって、お、外とつないでないから入れないって、はい、そんなことをないっていうのは僕知ってるからね、うん、いや、つながってるじゃないって言ったら、原子力発電所長がつながっております
おだから原子力工学出身の担当専務がそう言ったらみんなつながってないもんだと思っちゃう、うん、本人もそう信じ込んでたんだから、うん、でも一本でもつながってたら入れるんですよ、はい、だからやっぱりこれはあの常に抜き打ちで外からもう世界最高レベルのチームを使って攻撃をしてあのチェックを続けないとダメなんだ。日本はねそれチェックしてねあの穴開いてましたとなると、はい、担当の専務のメンツなくなったとかそれでやらないんですよ、はい、あそういう恐れがあるからそもそもテストをしないしない。うーん、なんで抜き打ちやらないんだっつったら、いやあの人の顔を潰すとまずいから、そ会社潰しちゃうよそれ。そうですよね。で会社だけならっていう、それどころか国全体がってことになってなりかねないですよ、ね、重要インフラってのは18分野ぐらいアメリカ決めてますけど、一番弱いとこから入って最後電力と電話止めてくるわけですね、うん、はあ。だから全体を官と民で上げようっていうのがずっともう12、3年前からアメリカあるわけですよ。うーん、日本はやっぱりその辺が形だけに弱って、うーん、ニュースピックアップ7、はい、前半戦3つのニュースを取り上げました。残り4つこの後5時台後半戦で取り上げます。 The Voice、 そこまで言うか、 The Focus、4時31分です。ザ・フォーカスのコーナーです。軍事アナリスト小川和久さんとお送りする今日のテーマ、旅客機のパイロットを狙うレーザー光線による妨害事件と、うん、こういうことで、先日大阪伊丹空港でそのパイロットコクピットめがけて、レーザー光線が当てられてて、まあ幸いなことに目に異常はなかったということでそのまま着陸したそうなんですが、結構こういうのが最近増えてるということですよね。まあアメリカの連邦航空局 FAA のデータと昨年で4000件いってる。あ、そうなんですか、うん、そんなに。でもねそれあのレーザー中とかなんか兵器かなんかっていうことをイメージするとね、はい、大掛かりなものとかすごい怖いものっていうことがあるんだけど、この飛行機やなんかに対して照射されてるレーザーは、はい、レーザーポインターなんですよね。その辺に転がってる会議で、ね、うん、プレゼンやるときにパワーポイントのあれをスライドをこう刺すね、はい、まあ、赤いやつ、赤いやつ、場合によってはグリーンがあって、時々ヌードの格好で出たり、ね、するんで。そんなあるんですか。いや私ね記念品でもらってね、パッと使ったらさ女性が人魚姫みたいなのがバッと出てきてね。シャレが効いてんだかどうなんだかっていう。そうそう、ドキッとして。でもね、はい、ああいうやつなんだ。どこでも手に入る。まあ、私もまあにわか勉強で調べてみたんだけど、あれのランクっていうのが1、2、3、4とあって、3は A と B に分かれてる、はい、で3の A、B と4はあのやっぱり威力が強くて、あの目に当てたりすると、まあ、失明したりそういうあれがあって、あ、まあ、規制がかかっている国が多いんですね、はい。ただ1や2は規制がないから結構その子供が使ったりなんかしてるんだ。子供が使うっていうのはまた、ね、場合によって危ないってことなんですね。あと、まあ、これネット上なんで僕よくわかんないけど、はい、小学生なんかがあの1ぐらいの弱い、ね、レーザーポインターで我慢比べするって言うんですよ。あ、よくないですよね。子供っていうのはそういうことを考えるじゃないですか。そうか。でもやっぱりレーザーっていうのは当然エネルギーがこう出てるから、はい、同じところ一ところにずっと当てとくっていうのは良くないわけですよね。そうですね。あのレーザーポインターのちょっと強めのやつだと、はい、当て続けると完全に燃えますね。あ、燃えますか。物体が燃える。じゃ あ, あの虫眼鏡でこう、ね、そう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 、髪をやるような、ええ、最初焦げるけどっていうことですか。はい、はあ、意外とバカにならない。だからそれもっとネット上に出てるやつをね広くまあみんなに知ってもらって、はい、やっぱりそのナイフをこう相手の、ね、目の前で振り回すのと同じようだからやめようってことにしないとですね、やっぱり事故起きますよね。特に今回 の, この航空機に関してってなるとそれは大変なことになりますもんね。そうですね。まあ、あのパイロット2人いるし2人が同時にやられるということは、まあ、あまりあの旅客機の場合は、ね、ありえないけど、パイロット1人しかいないのに対して当たってやっぱり瞬間見えなくなって操縦を誤るということもあるし、やっぱりそのアメリカでの事故なんていうのが、ね、結構あって、あの飛行機の事故じゃないんですけどね、はい、あのレーザーポインターを誤って、ね、人に当てちゃったんですよ、その光をパッと赤いやつを、そしたらその
サブマシンガンとか、はい、まあ、ピストルの大型のやつの照準装置でレーザーポインターのやつあるじゃないですか。よく映画出てきた赤いのがパーッと額に赤いのがいてドーンとかね、はい、それだと思ってね、拳銃持ってる人が打ち返したケースがあるね。はいろんな偶発的な事故を引き起こしてしまう、うん、日本は銃社会じゃないからね、あれだけど、アメリカだったらまあ当然あり得る話ですよね。これその諸外国ではこう空港の周りは使っちゃダメだよとか、そういうの決まってるんですか。規制が、うちのその助教が調べてコラム書いてくれたんだって、やっぱり同心円状にね、距離を決めて規制をかけてる、はい、それから、まあ、あのイギリスの場合ロンドンのヒースロー空港のあたりはヘリコプターにそれの探知をするための装置積んで飛んでるとかね。あ、ヘリ飛ばしてるんですね、そのために、でやっぱりね、まあ、今回もあの普天間基地のアメリカの海兵隊の航空機に対して今日ね、はい、誰かがレーザーを照射したっていうけど、はい、あれ軍用機、まあ、戦闘機やなんかだと、うん、あのミサイル警報装置積んでるから反応するんですよ。おお、それは危険。うん、もちろんその、日本上空でねそれがあったって、まあ、ミサイルが飛んでくることはないと思ってるけど、やっぱりちょっと まかり間違えると戦争を引き起こしちゃうことすらあるから、相当その辺はね慎重に規制をかけたりしなきゃダメでしょうね。なるほど。以上ザ・フォーカスでした。4時38分です。12月14日からのザ・ボイスそこまで言うか冒険ウィークの特集はこれだ。今そこにあるまさかのシナリオに迫る激論クライマックス。再来週12月14日からのザ・ボイスではコメンテーターとゲストが決して無視できないまさかのシナリオについて激論を繰り広げます。12月14日月曜日、コメンテーター勝谷雅彦、ゲストはお待ちかね笑いながら喋る経済学者高橋陽一。消費増税は必要ないと断言する高橋が増税派の陰謀を切ります。15日火曜日、コメンテーター長谷川幸寛、ゲストは参議院議員で日本共産党副委員長小池晃。安倍政権包囲網、国民連合政府構想は現実的なのか、長谷川幸寛と共産党副委員長539度ぐらい意見が違う2人のバトルにご期待ください。そして16日水曜日、コメンテーター有本香里、ゲストは台湾出身の評論家金美玲。この年の瀬ザ・ボイスでしか聞けない厳しすぎる女子会開催決定。親日国台湾が中国に接近する理由を暴きます。17日木曜日、コメンテーター青山茂春、ゲストは元統合幕僚長で NSC 国家安全保障会議顧問の織木良一。青山茂春と元自衛隊最高幹部が月だらけの日本のテロ対策に緊急提言します。復活の呪文を間違えるな。 AM1242FM93 日本放送ザ・ボイスそこまで言うか、今そこにあるまさかのシナリオに迫る激論クライマックス。12月14日夕方4時からは勇者飯田とレベル上げしようぜ。ザ・ボイスそこまで言うか。On this program, the day's personality will bring you in his own view the Times News. は5時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。この後5時半まで生放送ザ・ボイスそこまで言うか。今日のゲストコメンテーターは軍事アナリストの小川和久さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。メールをたくさんいただいておりますので一つご紹介します。江東区豊洲の結城さん、53歳自営業の方。トルコとイスラム国の関係って、てっきりイスラム国の方が上かと思ってたら、石油密輸の取り分などトルコの方が上なんですね。知りませんでした。安倍総理がトルコとロシアの仲介役を買って出たというニュースがありましたが、今回の問題、日本はどんなポジションを取るのがいいんでしょうか。いや、まあ、仲介役といってもできること、できないこととありますけれども、はい、安倍さんが今回そういう話をしたかどうかともかくですね、テロにつながるところで難民をみんなまあ規制しようとする動きになってますよね、まあ、シリアの難民なんかを、はい、だからやっぱり日本はその、まあ、自分の国で受け入れられるという、まあ、いろんな意味で余地がないので、はい、きちんとその、
どっかの大金持ちが無人島を買い取って難民を受け入れるっていう動きを見せてますよね。でそういったものをもうちょっとねちゃんとした格好で日本はお金から言うといくらでもできるんで、その中できちんとその難民の人たちが安定した状態をまず実現をし、それから次のステップに取り組んでいけるような支援をする、そういった絵を描くっていうのも一つあると思います。先日国連難民高等弁務官事務所、UNHCR の、グレテス事務局長が日本に来ていて講演していたんですが、その周辺国で結局いかんともしがたいしお金もないからじゃあヨーロッパへ行こうとなってると。そうです、ね、周辺国支援だとかどっか行き場をまず作ってあげることが重要なんだと。安心して暮らしてもらえるところをまず日本は確保する、先頭に立つってことはあっていいと思います。やっぱりね居場所ないってのはえらいことですよ。もちろんいろんな見方があって、シリアから出てる人たちはまだね、渡航費をその仲介業者に払うぐらいの余裕のある人たちだと、お金のない人はもう夢も希望もないんだって言い方もあるけど、でもやっぱりねお金を渡せる人でもね、行き場がないっていうのはこれもう将来見えないわけですから、まずここに来たらもう安心して暮らせますよ、次の計画もできますよというところの支援をね、できるかどうかですね。なんかその周辺国っていうのはある意味でその中所得国で、IMF だとか世界銀行だとかのこう貧困のプログラムからは阻害されちゃうところで、一番中ぶらりんでお金がなくなっているんだと。そうですね、その辺も確かにそういえば言われないと気づかないってことだなと思って、ね、だからこの地域だけちょっと提供してくださいよっていう感じの話もできますしね。ある意味そういうのはお金を出すにしても湾岸の時と違った生きた金の出し方になると。そうです、あるいはその難民の代表を選んでね、一緒にその計画を策定する、ところに入ってもらうといいと思います。ご意見お待ちしています。メールは voice@1242.com、 ツイッターハッシュタグは #voice1242 です。 The Voice、 そこまで言うか。ニュースピックアップ7。5時9分です。今日のニュース7項目をピックアップして、軍事アナリスト小川和久さんと解説していきます。後半戦まずはこちらから。IMF、 人民元を国際通貨に位置づける。 IMF 国際通貨基金は11月30日の理事会で新たに中国の通貨人民元を世界の主要な通貨に位置づけ、加盟国との間の資金のやり取りなどに活用していくことを決めました。 IMF が SDR 特別引き出し券と呼ぶ準備通貨に中国の人民元を加えることを正式に決めたもので、これにより人民元はドル、ユーロに次ぐ第3の通貨と位置づけられ、第4の通貨となった日本の円を抜いて国際的な通貨システムの中でも中国の存在感が高まることになります。中国とした悲願だというふうに言われておりますが、これで世界での発言権が強まっていくことになるんでしょうか。まあ、当然の流れだと思うし、まあ、IMF なんかの立場で言うと、中国のその経済力を逆に、まあ、利用するというか活用しながら行こうという方向も見えますよね。ただ私はまあ経済の話全然お金に縁がないか分からないんだけどその1988年とかね、89年、まあ、中国によくまあ行ってたんですよ、大学の関係とかあって。で当時のお金というと人民元というのはもう汚くてヨレヨレで、なんか触ると病気になりそうなお札ばっかりでねあ、でボロボロだったんですか。それで外国人は使わせてもらえないんですよ。へ、で打艦券ってのありましてね、ちょっと青い印刷のやつが、これが円とかドルとかと買えるわけですよ、外国人専用の。で中国の学者と飯食いに行くでしょ、とやつらはその人民元で払って、例えば一食100円だとするでしょ、外国人同じものを打艦券でしか払えないの、と一食100円のやつが1000円とかね、へ、外国人からぶったくるっていうかね、ぼったくる そんなに値段設定が違う、そういうのを思い出します。
ほー、うん、じゃあその30年ぐらい前から考えるともう覚醒の考えですね。いやもう中国お札は同じなんですよ。だけど出てくるお札みんな綺麗じゃないですか。当時ね触りたくないぐらいもうボロボロだった。へーしかし当時と同じで今も100元が最高金額だからものすごい数になりますもんね。そうです。ちょっとでっかい買い物しようとすると。では続いてニュースピックアップ7、5つ目こちらです。政府がオーストラリアに潜水艦の建造計画案を提出。政府はオーストラリア軍の次期潜水艦の受注に向けて建造計画案をオーストラリア政府に提出しました。オーストラリアは日本そしてドイツフランスから共同開発国を選定する手続きを進めていて来年中に性能や価格などを基準に発注先を決める見通しです。詳細は明らかになっておりませんが一部報道によりますと4000トンクラスの潜水艦を最大12隻導入する方針で事業規模は4兆円以上ということで、はい、大きな買い物であります。この技術の面で見ると日独仏と、はい、比べるといかがなものでしょうか。まあ、通常型潜水艦独自に作ってそれなりのその技術レベルで実戦配備まで行っているというのはこの3カ国ということなんでしょうね。ただその中でやっぱり日本というのは技術的にもそれからまあ潜水艦としての能力から言ってもまあ、ダントツでしょう。ダントツですか。ただ価格的にちょっと、ドイツフランスと競争して、安くできるかっていうのはちょっとまだ課題があるんですね。ただこれあの軍事的に言うともうその、中国の海軍のその展開、はい、で中国の海軍というのは意外とその潜水艦に対する能力ダメなんですよ。あ、そうなんですか。で潜水艦も57隻ほどあるけど、半分ぐらいしか動いてないし、その潜水艦を守る体制がまず海軍でないし、で空母やなんかを作ってもそれを守る対潜水艦戦能力 ASW って言うんですが、この能力がない。で中国の潜水艦の居場所はまあ全部アメリカと日本が掴んでる、はい、でそれを、まあ水上艦艇と、上空の哨戒機と潜水艦と、まあ3次元でやっていくわけですね、はい、でそこにおいてはやっぱりオーストラリアが優れた潜水艦を持つというのは大事なことなんです。だからそういう意味で、まあ日本の技術も、ね、出していこうということなんですが一つはやっぱりオーストラリアの地元の反対なんですよ、はい、地元で潜水艦作れるような、まあ、ところが多くないと失業者が出るからどうするんだって揉めてるんですね。日本はその特に揉めてるアデレードのあたりに対しては政治的にも、メッセージを出して、はい、とにかくオーストラリアの、その、立ち行くようにしていきますからっていう話で今売り込んでると思います。なんか技術の研修所みたいなのを作って、向こうに作るんですね、そのぐらいのことまでしてでもこれやっぱり取りたいっていうのがやっぱあるわけですか。やっぱり日本がそれを出した方が、日本の安全にも、直結するという思いもあるんですよね。これアメリカも水面下ではかなり日本がいいよっていうふうに推してるということなんですか。フランス製ドイツ製、まあ、それなりに長所はあるんでしょうが、はい、まあ、韓国なんかが入れたのを見るとまあ、稼働してないとかね。ほう。あります。これ、やっぱりそのアメリカとまあ日本の海上自衛隊はかなり統合運用されてると思うんですが、はい、そこのネットワークに入るためには日本のものがいいってことになるんですか。まあ、潜水艦の世界はそのアメリカだって日本だって相手に渡さないデータもあるんですけれども、でもまあ一体で動いている、うん、その中でやっぱりアメリカとしても強力な日本製の潜水艦をオーストラリアが持ってくれるということはこれはまあ大変こうメリットのあることなんですね。これ心配する人の中にはそれこそこうこの後オーストラリアで中国に近い政権ができちゃった時にいろんなデータを盗まれちゃうんじゃないかっていう人もいるんですが、これはどうなんですか。まあ、細かいところで言うと常にそういう危険性はあるんだけれどもそれもオーストラリアに限ったことじゃないですね、はい、日本国内からだって出るものは出ちゃう。ただ中国の軍事力はそのいろんなものを個別に見てねこんなのが出たすごいんじゃないかといってもそれはまあ議論としては、かなり幼い議論ですね。システムとして軍事的な能力が発揮できるかどうかというところから見ていくと中国はまあ中国の軍そのものが認めているようにアメリカとの差が20年ぐらい空いてますから
で中国ができるところを着実に歩いてきてるから、その意味で非常にこう侮りがたい存在になってるけれども、はい、その潜水艦の一部の技術が中国に行ったってそのまま作れるわけじゃないし、うん、システムっていうところで見ていくと、もうその時にアメリカはさらに先行ってるし、まあ、日本もそれについて行ってるし、はい、っていう話ですよね。うん、では続いて、6つ目こちらです。企業のストレスチェックが今日から義務化。仕事が原因のうつ病などを防ぐため、従業員に質問を行いストレスの度合いを確認するストレスチェックを企業に義務付ける制度が今日から始まり、従業員50人以上の企業には年に1回の実施が義務付けられております。強いストレスがかかっている従業員については医師が本人の希望などに応じて面接指導を行い、企業側は医師の意見を考慮して必要があれば部署を変更したり労働時間を減らしたりする対応を取らなければいけません。こういったことが労働環境の改善につながるのかと、よくブラック企業だとかなんとか言われますけれども、いやこれはもう大事なことではあるんですが、なんか一方ではね、日本人というのはその杓子定規で、例えばセクハラっていうのはダメだよとか、はい、個人情報のその漏洩ってのはダメだよ、まあ漏洩っていうか流出っていうかね、ということをまあ言われ出すと、もうそこにもう厳格に守ってね、もう四角四面にやろうとするとやっぱり、職場で口も聞けないとかね、はい、そういうような雰囲気が生まれてきて精神的にまあ抑圧状態になっていくとかね、そういう感じもちょっとあるんですよ。で、まあ、僕なんか、まあ、なんていうかアメリカ人にお前は、ひどいってよくアメリカ人の女性に言われるんだけど、はい、やっぱり例えば女性解放運動なんかフェミニズムなんてやってきた女性たちと喋っててもね、その性的な話題なんかも結構するわけですよ。でもね、まあ、向こうがはっきり言ったのは相手の表情にその嫌だなという思いが浮かんだら瞬間にやめるんですよと。でその性的な話題っていうのはみんな嫌いなわけじゃないんだからと、ただこの場でちょっと違うだろうとかね、はい、いうのがある。そういったものを、まあ、汲み取り読み取りすることができるようになったらどうってことないだろうって話なんだ。だから個人情報の漏洩とかいろんな言うからですね、はい、この災害対策できなかったりするんですよ。そのご町内のどこに誰が住んでるか分かんないわけよ、はい、そういう名簿作るのも安否確認どうすんだって。確かにそうですね、同窓会の名簿作んないんだから。こんなバカな。昔はね、学校でも連絡網っていうのは必ずあって、うん、4月の頭に配られましたけど、最近ああいうのもないっていう話。だからこれね、日本人が杓子定規なんだ。で形だけ守ってね、はい、まあ責任を逃れようとする人は必ずどっかに行って、さっきのサイバーの話でもありましたけど、やっぱ形と中身っていうのがこう伴わないことが多いと。だからこれはね、やっぱりその社会が病んでいったり疲れていく、はい、一つの要因になってるのかなって感じしますから、ちょっとその辺ね、リラックスして整理して考えてね、はい、もうちょっと楽にこうやってるところが出てくると少し改善されるかな。だからストレスチェックもそこにつながるといいなと思ってます。これよくこういうストレスチェックで言われるのは上司と部下の関係で、上司は良かれと思って叱ったりとかやってるんだけど、部下からしたらパワハラ以外何もんでもないと思ってるみたいな、こういうのってそのこう例えば自衛隊の中っていうのは上と下の関係っていうのがもう星の数で必ず決まってくるわけじゃないですか、基本的にはね。でやっぱり自衛隊のような組織、これはまあ米軍だってそうだけど、はい、ちょうど、中堅の将校、ものすごく上まで行くコースは取ってないだけど大事なところに行って割と地味な縁の下の力持ちみたいな仕事をしている自衛隊で行くと、まあ、一等陸尉から三等陸佐ぐらい、陸上自衛隊で言うとね。そうすると大尉とか大尉か少佐ぐらいで、しかもまあ上まで行くコースじゃないから、40代とか50代に、まあ、なってるぐらいの人と板挟みになってね、相当やっぱりストレスがすごいっていうのは本人たちから聞いたことあります。米軍も一緒だそうです。あ、そうなんですか。まあ中間管理職みたいな。まさにそこですよね。では続いて7つ目こちらです。年金積立金過去最悪となるおよそ 7.8 兆円の運用損。
GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人の発表によりますと、公的年金の積立金の運用で今年7月から9月までの期間で7兆8899億円の損失が出たことが分かりました。四半期の赤字額としてはリーマンショック直後の2008年10月12月期の5兆6601億円を超えて過去最悪となります。巨額の赤字の背景には去年10月に行われた運用比率の見直しと中国の景気減速への懸念で国内外の株価が下落したことが影響しているとみられております。厚労省としては今回の損で直ちに年金額が減ることはないと言っております。ここのところのアベノミクスで経験良かった時にだいぶ儲けたんでその分をちょっと吐き出したぐらいだという説明もされてるんですけれども、うん、ただね、私今お金に縁がないからあんまりね口を挟む資格はないんだけれども、やっぱり昔大蔵省の時代に大蔵省のその主計官以上の勉強会で、はい、最初にかましたことあるわけですよ。おお、かました。うん、大蔵官僚が経済の専門家だったら日本経済こんなになってないよなっつってみんなスーパーエリートばっかりだから、いやその通りですって話なんだけどね。ただやっぱりいわゆる経済の専門家って言ってもこの運用ということは巨額のお金をやるわけでしょ、はい、でこれ世界の中で勝ってるグループに運用させないとダメなんですよ。だからそういったことがちゃんとできてるのか、はい、本当に運用をさせてうまくいってるのかっていうことをチェックできる能力がその運用を頼んでる日本の側にあるのかっていう問題もありますよね。だから塩崎厚生労働大臣あたりは多分ね、はい、彼は日銀出身だしどっかその辺気にしてないかなと思うんですよ。どうですかね。なんかそのガバナンスをもう責任体制をはっきりさせるんだということはね、その責任者の人事なんかでも再三おっしゃってますもんね。いや運用任せて銀行でも何でもいいんですよ、はい、あるいは証券会社でも。でもそれちゃんとできてるのかどうか分かんないじゃないですか普通は。うん、国民の金だし ね、100兆200兆という巨額な金ですもんね。そうね。ニュースピックアップ7、7つのニュースを取り上げました。このコーナーはインターネットで毎日無料で配信しています。番組ホームページをご覧ください。 The Voice そこまで言うか。お送りしてまいりましたザ・ボイス、お別れの時間です。明日のコメンテーターは元外交官で作家の佐藤勝さん、そして来週火曜日にはジャーナリスト長谷川幸寛さんが登場します。ストレッチチェックっていうのが、ピックアップ7の中にありましたが、横浜市のジンジンさん42歳の方、確かに自衛隊員ってストレス溜まりそうですね、政治家もストレス溜まりそうですよねというふうにいただきました。自衛官だからストレスが溜まるっていうことではないんですね。どこの会社組織も同じように溜まる部署、溜まる階級とかいろいろありますね。ただ政治家ってのはきついですね。あ、きついですか。もう人を相手にしている、あるいは一人が一票でしょ、はい、もうできるだけもう全選挙区の住民と握手しなきゃいけないとかね、はい、あれは向いてない人は多分持たないですよ。お会いになってきた政治家の中で、あ、この人は政治家向いてるなっていう人って過去に、いや、みんな活躍してる人は全部向いてるんです、ただ一個、共通項があるのは、はい、奥さんとか家族が政治とか若干そのお祭り的なね、動きを好むところ、はあ、面倒見の良さだったよ。で一家を挙げて政治やるって、これはもうストレスにつながらないですね。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。